はい、皆さんこんばんは、ヒソンです。こんばんは、小坂です。はい、日本最高始まります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は本当に初めての杉並、実は3月に、あ、そうですね、話を小坂さんの選挙前に やらせていただいて、はい、それ以来ですね。そうですね、はい、今回はですね、ゲストの方を招いての、開催ということで、楽しみですね。今後あの4ヶ月に1回の割合で、はい、この杉並で開催させていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。久々の阿佐ヶ谷ですね。そうですね、今日ちょっと歩いてきたんですけど、あの釣り堀があったり、あ、はい、アマテラス大神お祭りする阿佐ヶ谷新名具というところがあったり、 ありがとうございます、ね、何気に阿佐ヶ谷の宣伝をしていただいて、はい、ありがとうございます。その新名具に行ったらですね、はい、偶然高清水優子さん、はい、あ、はい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 、ちょっとびっくりしました。はい、杉並区在住です。はい、ありがとうございます。はい、先ほどありまして、はい、で今日はですね、本当にもうたくさんの方に、はい、そうですね、満員ですね。そうですね、今まで一番人数が多かったのは確かのこの間の春の選挙後の収録と、そうでね、あと小坂議員が尖閣に上陸した時の公開収録が一番多かった、今回それと同様もしくはそれ以上に入ってるかもしれない、ね、そうですね、これから遅れてくる方、そうですね、いらっしゃるでしょう、はい、まあ、せっかくですんで、メインのゲストの先生呼ぶ前に、今日駆けつけてくださった方がお二人いますので、ちょっと紹介させてください。はい、まず杉並区議会議員、私の大先輩にあたります松浦由子先生、よろしくお願いします。撮ってますんで、一言なんか皆さんに、はい、何でもいいですよ、はい、あ、皆さんこんにちは。杉並、この地元の杉並区議会議員松浦由子でございます。今日は、杉田水脈先生がいらっしゃるということで、杉田水脈先生は慰安婦問題でも、そして、最近フェイスブックでも沖縄で頑張ってらっしゃるので、今日はもう行かなきゃと思って駆けつけてまいりました。今日はぜひよろしくお願いいたします。あとですね、まあ、私今次世代のと、はい、所属させていただいておるんですけども、足立区の方から仲間が来ました、はい、ちょっとぜひよろしくお願いします。和田さんです。こんにちは、次世代の党の足立区議会第一支部長をしております、和田智之と申します。本日栗林さんのご声頂戴しまして、少し挨拶の時間頂戴しました。来月の11月1日にですね、松浦由子先生をお招きしまして、グレンデール市の慰安婦像の問題について講演を行っていただきます。どうぞよろしくお越しくださいますようお願い申し上げます。どうもありがとうございます。いいですか。はい、じゃあ今2名の方ご挨拶していただきましたけど、はい、なんか告知はありますか。 あと今日初めての方もいらっしゃるので会場の方だけですね。ああ、ごめんなさいごめんなさい、こちらを、はい、また、まあ、読んでくださった方も結構いらっしゃるんですけど、尖閣に上陸をした後に書かせていただいた本でですね、タブーなき告発というものを3年前の12月に出させていただきました。今日も2冊ほどですね、持ってきておりますので、ちょっと読んでみたいなという方いらっしゃいましたらお声をかけていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。これは本当に私も持ってます。読まさせていただきました。本当教科書みたいなもので、小坂議員と出会って僕もその何て言うんですかね、選挙挑戦したいみたいなと思うきっかけを与えてくれた人であり、人が書いた本なんでね、もし読んでない方おられましたらぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ土作さんも上で私もちょっとすいません。これは売ってるもんじゃないんですよ。売ってるもんじゃないんですけど、まあ今日ちょっとマッキーというね、いつも映像を撮ってくれてる人がいるんですけど、ちょっと今日は懇親会から、出るようなんですけどね、 YouTube の方で私公園防犯という番組をやっております。杉並区内の公園の、チェックしながら危ないポイントとかを、皆さんに お伝えしている番組と同時に、まあ、護身術、簡単な護身術も配信しております。で、まあ、これがそういう DVD をちょっと簡単に作ってもらったんですけども、YouTube の方で公園防犯と、検索していただければ出ますので、ぜひ皆さん見ていただいてなるべく拡散してください。これから私は今までの経歴あれで、まあ、防犯と介護者の擁護というのをこれはもう自分のポリシーとしてやっていきたいと思いますんでね、ぜひ皆さん応援してください。よろしくお願いします。
すいません、ちょっとダラダラと、ちょっと長引いてしまってましたけど、実はですね、もう1年以上前なんですよ。はい、私が十分にヤンフ熱動でしたっけ、講演会、はい、ありました。小坂議員と、メガネ の、 あの歴史の先生、ごめんなさい、同水さん、メガネかけた、はい、クララと呼ばれてる先生ですね。ああ、クララ先生ですね。あ、はいはい、と山本さんと、一緒に、ゲストで、はい、やられた杉田水脈先生ですね。はい、本日のゲスト杉田水脈先生になります。拍手をお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっと長引いちゃいました。とんでもないです。ありがとうございます。あのお呼びいただきまして、まあ、先ほどですね、その、まあ、話途中で終わっちゃいましたが、その時私が司会させていただいて、はい、小坂議員とかですね、はい、杉田先生が登壇された時に、はい、打ち上げの時に、まあ、ちょっと杉田先生に、あのうちの番組出てくれという話をしたんですね。でもう1年以上経っちゃったんですけど、なかなかちょっとタイミングが合わないんですけどね。今日本当にあのやっと実現して、ありがとうございます。本当に忙しい中、ありがとうございます。2日前には沖縄に、昨日沖縄から、あ、そうそうそう、あ、昨日も、はい、昨日ですね、はい、沖縄から帰ってきたところですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでまあこの番組はですね、はい、毎回そのゲストの人に出ていただいて、はい、まあ、大体20分から30分前半後半に分けてやってるんですね、はい、で先ほど言いましたが台本も何もなくて、はい、まあ、はい、まあ、適当したらあれですけど、その場でこうやるんですけども、はいはい、まあ、いろんな人に聞いていただきたいなと。あ、もうお話ししたいことはいっぱいあって、はいはい、慰安婦問題に関して言えば国連のお話とかも、はい、皆さんぜひ聞いていただきたいですし、はい、でもまあ今日はちょっとね、まだ私、はい、その昨日沖縄から戻ったばっかりなんです、昨日の夜、ちょっと沖縄あまりにも腹が立つことが多すぎて、はいはい、もうそのあたりをね、皆さんにぜひね、はい、沖縄腹立つシリーズをじゃあ取ってきましょう。フェイスブック、わかりました。腹立ってしょうがないじゃないですか。じゃあ腹立てる前にですね、はい、まず皆さんにこのリスナーの方、これ、はい、インターネットラジオなんで、はい、まあ、いろんなところの人も聞いてますし、はい、あと後日は今こう2台ありますよね、YouTube で配信しますんで、はいはいはい、まあ、いろんな人に結構見てもらえると思いますんで、はいはい、先生のまず自己紹介を。あ、はい、自己紹介ですか。あんまりしたことないからドキドキ。政治に興味ない人も結構いると思いますね。はい、そういう人たちにもこうやっぱ知っていただかないと。わかりました。名前は杉田水脈と申します。はい、水脈と書いて水脈と読みます。でこれは父親が万葉集から取った名前なんですけれども、もし皆さんお手持ちのスマホとかパソコンとかにひらがなで水脈と入れていただいて変換ボタンを押していただきますと、4番目か5番目には出ますよく言うんですが、最近8番目か9番目ぐらいですね今ちゃんと変換をします。よくキラキラネームじゃないかと言われますが、ちゃんと日本語です。はい、それから、私は昭和42年の生まれなんですけれども、神戸生まれの神戸育ちです。はい、で大学は鳥取にいて、農業のうちの林業が専門だったんですが、その後一般企業に就職した後に西宮市役所に、これは普通に一般事務職だったんですが、で転職して、その後18年間市役所に勤めましたが、2012年の年末の、衆議院選挙で初当選をさせていただきまして、当時は日本維新の会から の、 挑戦だったんですけれども、比例復活で、当選をさせていただきました。で2年間国会議員として仕事をしている間に、まあ、日本維新の会という党が、分裂をしてなくなってしまいまして、で次世代の党と維新の党というのに分かれたんですが、私は次世代の党の方に参加をしておりまして、今も次世代の党の所属ということになっております。残念ながら昨年の年末の衆議院選挙で落選をしてしまったんですけれども、まあ、その後ももうほとんどなんか休む暇なく、ちょっとね、暇になったら落ち込むかなと思ったんですけど、暇になることもなくですね、ずっと皆さんのおかげでお仕事をさせていただいておりまして、大変ありがたく思っております。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、趣味はお酒を飲むこととカラオケと、はい、あとは楽しいですね家族は主人と娘が一人ですが、はいはい、みんな家族バラバラに住んでおります。はい、家族バラバラに住んでますね。やっぱり国会議員
やってると、はい、地元って週末しか帰れないんですよね、はい、だから娘は私の実家神戸の実家の方に、はいはい、そこから学校に通っている高校生なんですが通っているという状態で、主人の方はパナソニックのエンジニアでして、はい、今単身赴任でもう3年目になるんですが中国の蘇州の方に住んでおります。中国に会いに行くってわけいかないですよね。中国議員になる前は1回会いに行きましたけど、なってからはいけないですよね。そうですね、この間7月に国連行った時なんかは、はい、中国のメディアにも名前入りで報道されたので、あ、まあ、一応主人に気をつけてねって言ったら、はい、気をつけようがないっていう返事が返ってきました。そうですよね、ちょっと怖いですね。でもね、人心取られてるような、そうですね、そんな感じですね。拉致られたら困るなと思うんですけどね、はい、まあ、そうなんです。そういう状況ですね。でもまあちょっと私怒ってることの一つに、はい、去年怒り始まりますね。いいですか？あ、どうぞ。じゃあ杉田美穂ガンガン怒るの回で、はい、昨日だからちょっと、まあ、これから詳しくお話ししますけど、はい、沖縄で、辺野古の基地の移設反対に反対してる人たちが、まあ、ずっとテント張って不法占拠して座り込みとかやってるんです、そこでまあそこの前で街頭演説をやってきたんですけれども、うん、なんかね昨日からそのことをフェイスブックなんかに書いてるんですけど、今日になってからね、すっごい昔にあげた私の家族の写真ですよね、主人と2人で写ってる写真とか娘と2人で写ってる写真とかが、はい、なんかすごいタイムラインの上の方に上がってきて、はい、私そう、一般人の時はね、それ一緒に娘と一緒に写真撮ったりとかして、はい、Facebook 上げてたんですが、ちょっともう今もう怖いから絶対娘の写真とか上げないようにしてるんですよ。それがもう何年も前に撮ったやつとかが、うんうん、上がってきて、でみんなそれにまた上がってくるからいいねしてくださるんですよ、私のフォローの方が、はい、そりゃそうですよね。あなたの写真にいいねが入りましたって来るのパッと見て、え、なんでこんな古い写真が、え、なんで娘の写真がっていう状態が朝からずっと上がってきていて、はいはい、これが左翼の嫌がらせかって、なるほど、思って結構怖いなと思ってるところではあります。それは何枚もそういうのがある、何枚か、はい、だから今はそれをね、見つけ出しては公開対象を自分のみっていう形にして、はい、はい、これはそれで解決する問題なんですか？大丈夫？そうすればまあ私しか見れなくなるので、とりあえず警告文を出して、はい、古い写真が上がってきても皆さんいいねをしたり、はい、コメントをしたり、もうシェアは絶対にしないでください。分かれてましたね。はい、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 それに対していいのは大丈夫ですね。それに対していいのは大丈夫です。それに対していいのは大丈夫ですね。はい、ということで、はい、ちょっとそういう怒りもあるんですけれども、はい、まあ連休、今3連休の今日最終日ですけれども、はいはい、10日11日と1泊2日で、沖縄の方に行ってまいりました、はい、で10日の日は、次世代の党のタウンミーティング、まあ、イフコンっていうんですけども、うん、それが、沖縄で行われまして、中村京子先生が来てくださって、はい、で向こうで88歳 の, ね、ずっと教職員組合と戦ってこられた金城照さんというすごい立派な女性の方と、あとこの間国連 の, 人権基本委員会に行って、小長さんにもう思いっきりカウンターパンチを表した、素晴らしい若い、ね、女性の雅那覇雅子さんという方と、はい、私と4人で、クロストークをやるっていう予定になってまして、女性が大活躍で、でもね、すごい人が集まったんですよ。あ、はい、でもう入りきれないぐらいで椅子を並べても足りなくって立ち見が出るぐらいで、230人ぐらい来てくださったみたいなんですね、はい、だから沖縄でも非常に次世代の党に関する政策とかに関するそういう関心が強いのかなっていうのを思いまして、結構反応あるんですね。反応ありましたね、はい、で私もいろいろ話聞くと、マスコミとか、まあ、皆さんもよくご存知なようにね、あそこは朝日新聞が右に見えるっていうぐらいの地元紙が2紙あって、それがほとんどの方が読まれていると、はい、でやっぱりこの間衆議院選挙でも残念ながら自民党の先生方みんな落ちちゃって比例復活なんですよね、でそれで比例復活されたからちょっと私たちあれだった西川京子先生のところまで議席が回らなかったっていう部分もあるんですが、だからそういう形で基地の問題とかそういうのがもうダイレクトに選挙結果なんかに響いてしまうので、なかなか県議とか市議かとかの方にも動いてもらいづらいところがある。でもまあ次世代の党は次世代の党ですから、これタブーはタブーだってはっきり言いますし、こんなこともおかしいっていうことははっきり言いますから、そこに対する期待っていうのがすごく沖縄はたくさんあるんだなと思って。でもまあ飛行機の機材の影響で
京子先生の到着が1時間以上遅れまして、はい、それをずっとなんか一緒にいた中丸先生や田沼先生とつなぎながらですね、はい、まあ最初は3人でクロストークを始めてたんですけれども、うん、はい、その後先生も到着されて、はい、まあ、一緒にあのお話をしてすごい盛り上がりだったんですね、うん、まあ、それはそれで良かったんですけれども、はい、次の日に、先ほど言いましたね、辺野古のあの基地のところに行きまして、反対派で座り込んでいらっしゃる方々の前で、街頭演説をやってきたんです、はい、実は去年も次世代の党で視察に行った時にあのそこで一回やってるんですが、去年行った時よりもはるかにもあの反対派のテント増えてるし、増えてるんですか、人数も増えてるし、上り立ってる上りとかもすごいたくさんの数になっていて、ただあの前あそこに本当に日本共産党とかいう旗がたなびいてたのをこれ写真に撮って、でそのまま国会の質問で NHK 入りで中丸先生がおかしいだろうっていうことを言ったので、はい、あのさすがに共産党ってデカデカした旗はないけど、なんか文句を書いてあって下に日本共産党という残りはまだそれはしっかり入れてる、はい、それはしっかり入ってましたし、まあすごいことになってて、昨日はねどうやら集会を反対が集会やるっていうことになってるので、はいはい、その先ほどから言ってます沖縄タイムズと琉球新報の記者さんなんかも取材に来られてたわけですね、はいはい、うん、まあでも私たちはルールを守ってやったわけですよ、はい、道路使用許可も取って、はい、そうされたんですよね、うん、でもね使用許可取っても、はい、あそこは駐停車禁止の基地の周りなので、はい、外線車止めれないんですよ、はい、だから外線車は一応外線車も用意していったんですが、外線車はずっとぐる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  U ターンして回ってるだけ で、 であのマイクを使えたら私たちもっと大きなマイクでできたんですが、はい、私たちはルールを守ってちゃんとラッパーマイクを設置して、はい、それでハンドマイクで演説してたんですけど、はいはい、演説を始めると向こうはね何をしだしたかというとですね、いきなり大音響で今度歌って踊り出したんですで好きですね、ああいうのが、あの路上ライブと一緒ですごいはっきり、はいはい、あのしっかりしたスピーカーを立てて、ね、はいはいはい、やっていらっしゃって、はい、でももうあの何ですかね、いきなりね私もお腹抱えて笑っちゃったんですけど、幼稚園の先生みたいな感じの、まあ、多分引退した幼稚園の先生かもしれませんが、はいはい、おばちゃんというかおばあちゃんがいて、はいはい、ずっと温度取ってるんですよ、はい、海ではジュゴンが泣いてます、それでは皆さん次はジュゴンの涙、ジュゴンがとか言ってこうやって、もう幼稚園が泳ぎしているのと一緒のような感じで、はいはいはい、ジュゴンがとか言ってこうやって踊りながら歌ってるわけですよ、はいはいはい、で、まあ、それとかそこに座り込めとかって言って、あのそこに座り込めっていう歌があるんですね、私初めて聞いた、そこに座り込めっていう歌があるんですね、そこに座り込めっていう歌があるんですね、いいですね、そんな歌があったりとかで、みんなの本当泳ぎしながら歌ってるんですねで私最初に腹が立ったのはね、皆さん一生懸命働いてますよね、まだまあアベノミクスで上向いたって言っても景気そんなに良くない日本ですし、はい、うん、はい、みんな普段は汗水垂らして働いてるわけですよ、はい、うん、私も今日もずっと働き詰めですけど、はい、仕事してるわけですよ、はい、で、あの沖縄の暖かい太陽の下ですよ、はい、日がない一日座り込んで歌って踊って泳ぎしてる人たちって、はいはい、何なんだと、はいはい、お前らキリギリスかといや本当キリギリスかと思いますよね、私たちありだと思うんですけど、はい、なんでこんな人たちが存在するのかとね、うん、まあ、最後なんかその おばさんというかおばあさんがね、それでは皆さん生きるためにお弁当を食べましょう、ランチタイムですとかってやってて生きるためにお弁当を食べましょうってね、何なんだろうこの人たち、何が言いたいんだろうとか、でそれじゃあ弁当用意されてる、ね、用意されてる、その弁当は誰がお金出してるんですかと、それとあのバスがね、はい、いっぱい大きなバスがいっぱいチャーターされて運び込まれてる人が、はい、ね、あの那覇市とか行き先が張ってあったりとかするんですけど、うん、はい、そのバスのチャーター代はどこから出てるのかと、うん、今日は東京とか全国各地からたくさんの仲間に集まってもらってます、皆さんとお会いできて嬉しいですとか言って、いや結局は沖縄の人じゃないじゃんと、うん、プロ市民が大集合して、プロ市民が大集合して、ね、私たちはそれはあの中丸先生、田沼先生、私はそれはそれぞれの地から来てますけど、はい、一緒に40人ぐらいの方が一緒にいてくれて、後ろであの日の丸の旗を掲げてくださったり、私たちの横断幕を掲げてくださったんですけど、はい、その方たちはみんな沖縄の方なんですよ、うん、はいはい、でトップバッターはあの金浜雅子さんがあの街頭演説やってくださったけど、彼女も含めて私たちの側はもうみんな、はい、あの沖縄の方がやってるんですね、うん、で平和だ
が欲しいって言うんだったら基地はいるでしょうと、うん、何のおかげで守られてるんだっていうね。そうですね。そう、それからずっと彼らはね、沖縄返せ沖縄返せってずっと言ってるんですよ。どこに返すんですかとチャイナです。チャイナに返すんですかと言って、うんうん、だってもう日本に帰ってきてね、はいはい、あの日本国の沖縄県じゃないですか、はいはい、誰に返すんですかっていう、はい、まあ、ツッコミも入れてたんですが、はい、ただ、まあ、テント設置禁止っていう立て看板がだってそこら中にあるんです。でもそこ不法占拠のわけですよ、うん、でその中で物品販売とかもやってるんですね。 T シャツとか売ったりとかしてて、うん、こんなことが許されていいのかと。違法行為のオンパレードです、ね、オンパレードですよ。え、そういうの反対のなんか T シャツとか売ってるんですか。売ってるの、売ってるんですか。はい、売ってるんですね。まあ私もそこまで中まで入れなかったので、はいはいはい、あの売ってるんですね、うん、物品販売もやってるっていう、もう本当に違法行為のオンパレードなんですけど、うん、でまあそういうことでいくらこちら側で凱旋をやっていても、はい、あの全然彼らは自分たちが歌っているばっかりで、それも私たちのもうはるかに上回る大音響で歌ってますから、はいはい、まあ痛くも痒くもないわけですよ。なるほど。ねえ、ちょっともう、まあ、私結構気が短い方なんでちょっとたまに兼ねて、その日はね、あの沖縄のチャンネル桜 の、 あの映像とかもあのカメラとかも入っていたので、はい、ちょっとカメラさん動けますか、他の人たちも動けますかって言って、じゃもうこれ持って行きましょうって言ってラッパーマイク私抱えて歩き出して、向こう側に渡ったんです、はい、だから歩道を向こうは占拠してるんですよね。で私たちはこっちの歩道であの向こうに向かって街頭演説してたんですが、横断歩道、横断歩道ないや、道路を渡って、そのままぐっと渡ってそちら側に行ったんです、それで実況中継始めたんですね。で私が、で私が、はいはい、でここテント設置禁止って書いてありますけど、見てください皆さん、すごいテント立ってますよね。でこの登りなんて書いてありますか、なんかね、脱植民地って書いてる登りがあって、はい、日本のどこに植民地があるんだとか思ったんですけど、はいはいはい、まあ、そんな風なことを始めたら、それまで歌ってた人たちがみんなうわーってやってきて、もうこの距離ですよ、この距離で、もううわってこう囲まれて、威圧するんですね。帰れ帰れって言うんですよ、帰れって言うから、いや、あのここテント設置禁止ですよね、書いてますよね、字読めますとかって言ってやってたんです。帰れっていうか、帰らないといけないのはあなたたちじゃないですかって言って、ね、あのここあなたの土地ですかとかって言ってやってたんですけど、うん、まあ、全然それガチ開かなくって、うん、まあ、向こうどん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 人がこう押し寄せてきて、私たち囲まれてっていう感じなんで、まあ、まあ殴るんだったら殴ってくれればカメラに証拠残るからね、被害届出すのになっていうぐらい私は思ってたんですけどはい、はい、まあ、殴ってはいただけなかったんですがあの、まあ、そんな感じで、はい、あのやってて、まあ、普段だったらあれね、あの蹴られたりとかするらしいんですよ。あの沖縄の方がおっしゃってましたけど、蹴ったりとか、後ろから蹴ったりとかされるけど、証拠が残ってないと訴えられないでしょ。この人に蹴られましたって言わないと。だからあのカメラが入ってる時はしないらしいんですよ。狡猾ですね、ずる賢いですね。でなんでここ通っちゃいけないんですか、これ歩道ですよねって、歩道ですよね、私たちも歩いていいですよねって、もう帰れ帰れの一点張りなんですよ。もうずっと帰れコールがわーっと湧いてて、で、まあ、しょうがないからちょっとそれを受けて車道に出て、でその物品販売してるっていうのとかの方を、物品販売もやってますって言ったら、もう本当にもみ合いの寸前ぐらいになったら、さっきも言いました、警察は現場にいたんですよ、皆さん警察いたんで、その警察が一斉にわーって言ったら機動隊がバーッと入ってきて、一斉に機動隊の人たちがダーッと来て、それで向こうとこうちょっと両方向いて立つんですよ、うん、無言で立つので、こうずっとここに壁作って無言で立つんです。で、いやあなた方ねって不法行為やってるのは向こうじゃないですかって、あなんで何にも言わないんですかって、もうでもね本当に能面のような顔して機動隊の方立っていらっしゃる、うん、まあ、その指示がないで動けない方々だし、うん、もう私たちを守るために来てくださったことはよくわかるんですけど、でももうこっちも負けてられないから、皆さんそんなに人数いるんだったら今日あれ全部撤去しましょうよって言って、あっち向きましょうよと、皆さんこんだけ人数あったらテントのけれますよねって、もう今日きれいにしちゃいましょうとかって言って、一生懸命自衛隊じゃないや、あの機動隊の人にも一生懸命呼びかけたんですけど、あのまあまあ そのまんまですよね。で結局、まあ、まあさっきのランチタイムじゃないけど、私たちも飛行機、お昼食べて飛行機に乗って帰らなくちゃいけなかったので、うん、時間になったのでもうそれで帰ったんですが、そしたらあれですよ、あの向こうの、左翼側の人たちのツイートのところに、はい、あの機動隊の皆さんが来て右翼の連中を追っ払ってくれましたって書かれてましたね都合の都合ない結果で、
あのね、面白いですよ、皆さんハッシュタグ辺野古基地反対とかっていうのでツイッターを見ていただくと、あの向こうの昨日のツイートが全部見れます。お前ら3人絶対次の選挙で落としてやるとかって言われましたけど、いやもう残念ながらもう落ちてますっていう、はい、あなた方に頑張ってもらわなくても落ちましたみたいなね、はい、感じのがありましたけど、まあそんなのがあって、ただね、で今度私たちもじゃ引き上げてきてこっちの方にあのちょっとしたあの駐車場、向こうが駐車場に使ってる場所があるんですが、そこのところにね、基地反対協議会って、まあ、中核派のが立て看立ててるんです、はい、ここは辺野古の住民の皆さんの大事な土地なので駐車とかをしないようにしましょうって立て看立ててるんですけど、それ結局自分たちが駐車場に使いたいだけの話でそれで駐車場確保してて、本当だったらそこは草があったあのところだったのが、もう何台も何台も来るわけですよ、反対派の人たちが車乗って、はい、だからもう真っ赤になって赤土になって、それが海に流れ出て海洋汚染やってるんですね。 どっちがジュゴン泣かしてるんだという話ですよ。それからまああんなところ本当に普通の路上なので、お手洗いも何もないわけで、もういちいちこうほらバスとかでバーッと近くのコンビニにみんな乗りつけてそこで用を足してまた戻るとかで、うん、あのトイレは汚くなるしっていうので本当に地元の人たち困ってるんですよね、迷惑ですね、っていうそういう状態をあの自分の目で見てまいりました。まあ、日本の警察はとにかくそういう現場になると分けようとすると、うん、両者をそれに不審して、そう違法行為があってもそういうのにかなり目をつぶるっていうのは、うん、もういろんな現場で見ますね。まあ一緒にいた中丸先生もね、はい、あの沖縄はそういうことができるあの違法地帯の特区じゃないんだから、うん、ちゃんとやってくださいっていうようなことを、まあ、国会でもやりましたけど。まあでもね、沖縄県だけがおかしいのかっていうと、私普段からすごい思ってるのは、うん、だってあの経済産業省前の原発テントなんで乗れないんですかって、もう4年経ってますからね、うん、沖縄よりも昔からあるじゃないですか、あれ警視庁何やってんですかね、本当ですね、土地泥棒ですかね、うん、あれは思いますよ。でそれからあと国会の周りのデモだって、はい、もう夜中まで大音響でやってるんですよ、はい、あんなの何あの迷惑防止条例とかあったらそれ違反じゃないんですか、そうですね、なんでそれを撤去できないのかという、そうですね、夜中は夜中やってますからね、うん、はい、あの持って行って全部撤去すればいいのに、はい、そうですね、うん、まあ多分警察の言い分としてはそういうのでこう、まあ、規制をすると弾圧をされたという大騒ぎをされないようにっていうことなんでしょうけど、私はそれは間違ってると思いますね、うん、法はきちんと適用しないと。そうですよね、はい、例えばね、あの、まあ、私関西ですけど大阪とかだったらこうテントであの不老者の人たちが、まあ、テント張っていろいろあの公園とかでいるわけですから、はいはい、観光のそういうのがイメージダウンになるということで、うん、もう水とかかけてブルドーザーとか持って行って一斉撤去とかするわけですね、はい、やるんですか、荒いですね。じゃそういう人たちだったらやるのかと、はい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 、じゃあそういう一切食いでウルギーを持った人たちは仕返しが怖かったらやらないのかって、はいはいはい、だから放置する方は言えないですよね、うん、それはちょっとおかしな話ですね、うん、やるんだったらもう両方やないだろう、うん、徹底的に、うん、という、うん、そういう沖縄でございました。わかりました、ひどいですね、まだまだじゃあいっぱい腹立つことってありますよね、腹立つことまだまだいっぱいあります、じゃあとりあえず前半これ1回切って、はい、後半またなんか怒りを引き続き、はい、よろしくお願いします、はい、